関鉄グリーンバス株式会社は、主に、茨城県で、バス事業を営む関鉄グループ、形成グループの会社である。関東鉄道100%出資の連結市会社であり、形成電鉄の連結孫会社にあたる。関東鉄道の経営効率化の一環で、2001年6月1日に、 初の地域市街者として保護田営業省分離、独立させた貫鉄メロンバスが設立される。ついで、石岡、柿岡地区の地域市街者として、2002年に、貫鉄グリーンバスが設立された。営業エリアは、石岡市を中心とした地域で、土浦市等にも乗り入れるほか、2005年には、先行分離、設立された貫鉄メロンバスの経営統合に伴い、 ほこたなどの歯科業地域も受け持つ。そのため、現在では、三戸市から土浦市、つくば市までの広範囲に路線を広げる。また、東京駅発着の高速路線バス、麻生号も担当するほか、2007年3月31日、限りで廃止となった鹿島鉄道線の代替バスを担当している。運行する、路線エリアは主に農村部などを走るローカル線が、 多いが、水峡板タ水ミト、茨城フラワーパーク、茨城空港など沿線に観光地も多く、高速バスや筑波山シャトルバスといった比較的、収益性の高い路線にも進出している特徴がある。また、日立国総社宮大祭や、百里基地航空祭など、営業エリアで行われる、巨大祭事にも、観覧客輸送などに、当社のバスが運行を担当する。営業所は、 県道52号線沿いの石岡市街地の北の外れにある。路線バスの営業エリアは主に石岡市、小美市、霞ヶ浦市、土浦市である。コミュニティバス、小美市内循環バス日のポンチョ4台が専属で運行する。羽鳥駅と茨城空港、小川駅の各路線を結ぶ。平日と日曜のみ運行。保営業所営業所は、 鹿島鉄道線ほこ田駅跡地に隣接している。路線バスの営業エリアは主に、ほこ田市、水戸市、小美玉市、石岡市、茨城町、行方市、板子市である。パスもを導入しており、一部を除く各線でパスも、並びに、相互利用カードが利用可能となっている。バス車内でチャージも取り扱う。関鉄グリーンバスの一般の線車保田駅に、 隣接する、鉾田営業所車庫に駐車している、関鉄グリーンバスの一般路線車と、旧、鹿島鉄道の機動車、貸し鉄バスデザインプロジェクトデザインの車両麻生港に運用される、鉾田営業所所属の高速車通学急行バス、麻生庁舎き関鉄グリーンバスの車両構成は、石岡本社営業所が、須津社、柿岡営業所が、日野社、鉾田営業所は、 三菱車が主体である。車番は関東鉄道から引き継いだバスは関東鉄道時代のまま。分車後に配置された新車、遺跡車は G001 となっていたが2018年度よりグリーンバスに配置された車両に関しては新たに5000番台が不番されることになった。登録ナンバーは石岡営業所が土浦ナンバー 保こた営業所が、水戸ナンバーである。関東鉄道時代から、伊須津社の配置が、多く、かつて、石岡市内線は、道路の福音が狭かった関係で、中型の CCM、CDM が多く配置され、大型は、水戸土浦系統などに使用されていた。2002年7月1日より、分社化に伴い、水戸への乗り入れがなくなり、当初の大型車はすべて、 関東鉄道水戸営業所、または関東鉄道土浦営業所へ転出した。中型のイスズエー r は大半が IK 高知製のボディを仮装するが、1999年に、羽崎営業所から富士重工業 6E ボディが1台、転入した。一方で、中古車は一時期、取り手営業所から転属した川崎鶴見、林港バスからの1台が在籍していたが、 これは、日本観光バスへ転出した。2002年秋に、京浜急行電鉄から1台が、2004年に、千葉内陸バスから2台が転入した。千葉内陸からの中古車配置時には、石岡営業所の最古3社が1990年式の1527イズだったことから廃車が発生せず、代わりに、三菱 MK1 台とイスズ l R1 台がそれぞれ、 ホコタへ転出した。その後2006年秋に、京浜急行バスから LV1 台が転入、そして2007年春には、ホコタから、元京浜急行バス2台が転入し、鹿島鉄道代替路線に当てられている。2010年3月には、貸し鉄バスデザインプロジェクトの新デザインカラーを、まとったいすずルガミみオーノンステップバスを3台導入。 鹿島鉄道代替バスを呼び、茨城空港線にて、もっぱら運用されているが、2020年に、G5047 は、ホコタ営業所に転出した。2013年には、おみたま市内循環バスが、運行開始されるのに伴い、日野、ポンチョを新車として導入、つくバスから、三菱不走エアロミディ ME が転属し、専用カラーで運行されている。 2015年には、地域循環バスが開業し、トヨタハイエースを2台導入した。2017年には、三津海道営業所から 9317MK が、転属。また、古参車両の置き換えに京成バスから 9442G、9452G、9453G、9455G、9463G が、 石岡営業所に配置された。高速車は2017年現在定期路線を開設していないため在籍していない。特定車は前述のお見玉市循環バス、地域循環バスのほか企業送迎車3台、石岡市の自治体バス4台、上層学院スクールバス2台が在籍する。かつては、石岡市の巡回デマンドバスも在籍していた。関東鉄道時代から、 日野車の配置が多かった。自社発注車は1995年式の日野 RJ-1710KK が入ったのを最後に、分社後の2003年にイスズエルガミオワンステップバスが入るまで8年間、新車導入がなかった。その一方で、1985年の国際科学技術博覧会開催時に導入された、いわゆる万博車は、 分社時点では、日の HT1 台、イスズ LV が3台在籍していた。2003年夏にワンステップバス及び千葉シティバスからの中古車導入で、HT1 台と LV2 台が置き換えられた。その後、2005年に、岩瀬、筑波センター間の急行バスが運行されることに伴い、過去に特定運用車として使用していた筑波北と、 カシマの日の RJ それぞれ一台が移籍し、主に急行専用に充てられていた。2006年春には、京成タウンバスからの移籍車が導入されたことに、伴い、柿岡で最後まで残っていた万博車が廃車された。2011年9月15日をもって、柿岡営業所は廃止。廃車車両以外の車両はすべて、石岡本社営業所へ移動となった。なお、 柿岡営業所は関東鉄道で廃車となったバス車両が一時留置される場所でもある。関東鉄道時代から三菱車の配置が多かった。保古田営業所の路線は境愛道路を走る箇所が多く、大型よりも中型車の配置が多く、さらにローカル線になると北村製作所製のボディを仮装するイスズ MR が使用されていた。このイスズ MR は 関東鉄道の一般路線では、ホコタ、カシマに多く配置され、水戸方面の路線には原則として入ることはなく、主にホコタイタコ、カシマ方面に多く入っていた。中古車はかつて、西部バスから富士 16E ボディを仮装する、日産ディーゼル工業 RM が在籍していたが、すべて土浦営業所からの転入者だった。これらの車両は、 関鉄メロンバス分社前にすべて廃車された。メロンバス分社後は1983年式、イスズ CDM を機械用として、オートネ交通自動車からの移籍者であるイスズ LV が登場し、その後千葉交通からイスズ LR が転入した。この LR は当初、関鉄パープルバスに配置される予定だったが、諸事情により、保護体の配置となった。 さらに2003年夏には、三菱エアロスター系の置き換えで、オートネコ通から富士 17E ボディを仮装する、イスズ LV が転入した。2004年には、イスズ CDM、三菱 MP の置き換えに、石岡から2台が転入した。2005年には、鹿島方面路線の大幅廃止に伴う原車で、いわゆる、古参車数台が廃車された。2006年に、 ホコタでは、初の京成バスから移籍した路線車及び高速車が、配置された。京成バスからの高速車の移籍は、関鉄グループ全体でも初の事例である。同年秋には、京浜急行バスから、IK 仮想のイスズ LV が3台配置された。2007年は、鹿島鉄道廃止台帯路線用に、国際工業バスから、イスズ LV4 台を、当初に配置し、 京浜急行バスからのイスズ LV のうち2台は石岡へ転出した。また、2008年にはグリーンバス発の高速新車が1台導入された。2010年2月には鹿島鉄道線配線後のバス専用道家事業の PR の一環として、貸し鉄バスデザインプロジェクトによる新デザインバス2両が運行開始した。こちらは、 石岡営業所のエルガミオとは異なり路線、限定運用はされておらず、水戸方面への路線運用に入るケースも多かったが、2018年に土浦から転属してきたエルガ2台に置き換えられ現在は全廃となっている。2010年4月には千葉グリーンバスからイスズキュービックワンステップバスが移籍し、同年12月には名古屋市交通局から日産ディーゼル RM を 遺跡導入。前述の貸手鉄バスデザインプロジェクトの新デザインをまとって運行している。2014年には東急バスから西高ボディのヒデ JP が配置された。その後2016年には板子地区で広域バス開業に伴い関東バスから三菱 MJ ノンステが配置された。2018年春には水戸営業所の新車ゾ備や鹿島。 羽崎地区の車両を更新に伴い、ヒデ R.M. ワンステと、三菱、MJ ノンステが当初に遺跡配置された。高速車は、麻生号に使用されている。特定車は、岩瀬日大のスクールバス1台が在籍する。かつては、霞ヶ浦市、コミュニティバスや、茨城町の自治体バスも在籍していた。所有者の車両番号について、関鉄メロンバスに関するカテゴリー、 ありがとうございます。